背景です。今回は西武の野手育成深刻すぎる件ということで、まあ、ライオンズの野手育成がちょっとね深刻すぎるので、今回はそのことについて話していきたいと思います。ぜひ最後までご覧ください。はい、それではですね、ライオンズの野手育成について話していきたいと思うんですけれども、まあ、今ね結構ライオンズの野手育成ってところが深刻なことになっています。しかしですね、一昔前はね野手育成の西武と言われていた時代もあったぐらい、まあ、非常にこうライオンズって野手育成に長けていたチームだったんじゃないかなというふうに思うんですよね。まあ、そこでちょっとね一昔前の野手陣と振り返っていきたいと思うんですけれども、まあ、やはりねかつては結構野手陣が充実をしていました。今から10年以上前の時にはですね、片岡選手、栗山選手、中島選手、中村選手ですね。まあ、片岡選手も引退してしまっていて、中島選手今はね、巨人の方でプレーしてるんですけれども、この4人がね、非常にこう1番からまあ4番としてすごい機能していて、まあ、本当に12球団でもね、トップクラスの1番から4番を形成していました。で、この時からまあ非常にね、野手陣ってところがずっと充実をしてきていて、まあ、片栗なかなかが解体された後もですね、栗山選手、中村選手はまあチームに残って、で、そこでね、秋山選手、浅村選手のこの2人がね、出てきたんですよね。はい。で、まあ、栗山選手、中村選手がちょっと年齢いってきて、で、浅村選手、秋山選手がピークの年齢を迎えてきたあたりに、山川選手、森選手、殿崎選手、源田選手の4人が一気にレギュラー格へと成長を遂げました。そこで山賊打線と言われる、まあ、歴史上でもトップレベルの最強打線を形成することができました。まあ、これが2018年の出来事になるんですけれども、まあ、元々ね、栗山選手、中村選手いた中で、浅村選手、秋山選手もいた中で、まあ、一気にレギュラー選手4選手が育ったということでね、非常にこれ強い打線になったんですよね。やはりこう流出がまあ結構多い、まあ、それこそ中島選手とか片岡選手とかもまあ流出をねしてしまっているんですけれども、まあ、そこをねこうなんとか今まではやっぱりまあこういったね選手たちが育ってきて育成でもカバーしてきたんですよね。まあ、なので本当に西武はね、まあ、出て行ってもまたすぐ新しい選手が出てくるということをまあいろんな人から言われたりもしていたんですけれども、最近はまあ全然そうは言っていないという現状があります。まあ、振り返っていくんですけれども、まあ、片栗なかなかの後に秋山選手、浅村選手がまあ中心となって、で、その後はね、まあ、浅村選手、秋山選手も移籍をしてしまって、で、さっき言った森選手、殿崎選手、山川知事、源田選手の4人が、まあ、中心メンバーという風になっていきました。で、まあ、この4人がコア4という風に言われるようになったのが、まあ、昨シーズンとか一昨年のシーズンとかになるんですけれども、まあ、このコア4誕生以降、結局レギュラー選手が出てきていないというのがあるんですね。はい。で、このコア4の選手たちが、まあ、レギュラーを獲得したのが、2017年になるんですけれども、それ以降、まあ、もう今年2023年で、昨シーズンが2022年ですので、2018年から2022年の5年間の間に、レギュラーとなる選手が全く育つことができていないというのがあります。で、その中で、まあ、今年は森友哉選手が移籍をしてしまったっていうところですので、まあ、非常にライオンズのやっぱ野手陣っていうのが厳しくなってきてるんですね。まあ、片栗なかなかの時代から、まあ、約15年間、まあ、結構ライオンズの野手育成っていうところは非常にこう充実をしていて、まあ、誰かが抜けても、またすぐこう誰かが出てくるようなシステムになってはいたんですけれども、ここ数年はですね、まあ、浅村選手、秋山選手で今年森友哉選手が抜けた中でもね、なかなかこう代わりとなる選手が出てこないというふうになってしまっていて、まあ、じゃあ何が原因なのかってことなんですよね。ここの短い間にいきなりねこんなにじゃあ育成の体制が変わるのかっていうことなんですけど、まあ原因はいろいろあるんじゃないかなというふうに僕は思っています。まず一つ目がドラフト戦力が影響しているのじゃないかっていうところで、まあ、西武はですね、一昨年まで結構ね長い期間投手不足っていうのに悩まされていたんですね。まあ一昨年まで4年連続防御率リーグ最下位というのもありましたし、まあその前にもね、涌井投手、岸投手、野上投手、牧田投手、菊池雄星投手など、まあ次々と結構エース格だったりとか、まあチームの主力となっている投手たちが、まあ移籍をしてしまったというのがありました。で、まあ西口投手とかね、石井和久投手とかも、まあ結構ベテランとしてチームを支えていたんですけれども、まあ彼らもね、引退をしてしまったっていうのもあって、まあ結構やっぱり投手不足っていうところが、ここ10年間ぐらいで、まあ、進んでしまったっていうのがあったんですよね。で、それに伴って、やっぱりこのドラフトでは、まあ、どうしてもね、ピッチャーが足りてないっていうところで、まあ、ピッチャーでの上位指名っていうところが、まあ、非常に多くなってきました。まあ、その事実として、まあ、直近10年間のドラフトのうち、7年でピッチャーを1位指名しているということですので、やっぱりこれはね、結構、まあ、ピッチャーを、まあ、割と上位で重点的に取っているなっていうのがわかりますよね。で、やはり、まあ、ピッチャーをね、上位指名どんどんしていくってなったらどうなるのかっていうと、まあ、やっぱり野手の指名っていうのはどんどん後回しになってしまって、まあ、どうしても下位指名ということになってしまいます。まあ、そうなるとまあどうなのかっていうと、やっぱりドラフト1位クラスのまあかなりこう潜在能力の高いプロスペクトの選手が取れずに、まあ、なかなかその育成という部分がうまくいかなかったのかなというふうに思うんですよね。
まあ、ピッチャーが足りてなかったので、やはりこう、ピッチャーをね、指名せざるを得ないっていうのは、まあ、仕方ないことではあるんですが、まあ、その弊害として、まあ、なかなかちょっとね、野手の育成ってどこに影響が出てきてしまったんじゃないかなというふうに思います。まあ、別にね、下位指名でも活躍している選手は、まあ、たくさんいるんじゃないかっていうふうにもちろん言えるんですけれども、まあ、もちろん下位指名でね、活躍する選手もいるし、下位指名の選手たちがね、全然活躍しないかというと、まあ、決してそういうわけではないんですけれども、やはりね、こう、固くになかなか時代から、まあ、主力としてやっぱ活躍していた選手の多くっていうのは結局上位指名者なんですよね。はい。まあ、本当に下位指名っていうのは栗山選手が4位指名、中島選手が5位指名っていうぐらいで、まあ、基本的に片岡選手、浅村選手、秋山選手、金子選手、殿崎選手、源田選手は3位指名、そして中村選手、山川選手は2位指名、森友哉選手は1位指名ということで、まあ、やはりこれだけね、長い期間でも、まあ、活躍している選手たちのほとんどが、やっぱり上位指名者ということですので、まあ、やっぱり下位指名と上位指名、どっちの方が活躍する傾向が強いのかって言ったら、やっぱ上位指名の方が、やっぱり活躍する傾向が強い。でもその上位指名を最近やっぱ獲得できてないから、まあ、なかなかこう、育成ってところが、まあ、なくなってしまっているのかなというふうに思います。で、まあ、そういったね、ドラフト戦略っていうところも、まあ、SX に影響してしまっているのかなってところと、やっぱりあとは、まあ、伸びてこない上位指名者ということで、まあ、投手を多く上位で指名している一方で、まあ、そんな中でもやはり少なからず、まあ、野手を上位指名でしている時もあるんですね。でも、まあ、そんな中で、まあ、上位指名をされている野手の選手たちもなかなか伸びてこないということになってきています。まあ、やはりこう、近年で言うと2020年ドラフト1位の渡辺健人選手ですよね。まあ、彼はね、ドラフト1位での、まあ、入団であったんですけれども、昨シーズン2軍で1割台ということで、まあ、ちょっと伸び悩んでしまっていますし、2017年ドラフト2位の西川真也選手も1軍で59打席連続無安打ということで、まあ、なかなかやっぱりこうね、伸びてくることができていないというふうになってしまっています。まあ、そもそもやっぱりピッチャーを上位で多めに指名していたっていうこともあって、まあ、野手の上位指名っていうところが減っている中で、その数少ない、まあ、上位指名の選手たちもなかなかこう育ってきていないっていうところが、まあ、さらにね、やっぱライオンズの野手事情っていうところをね、苦しめてしまっているのかなというふうに思っています。で、それに加えて、まあ、栗山選手、中島選手みたいに、まあ、その買い指名から、まあ、レギュラー主軸へと成長してくる選手もいないということですので、まあ、どんどんやっぱりライオンズの野手事情っていうところはね、苦しくなってきてしまっているなというのが、まあ、今の印象ですよね。じゃあ今後ライオンズね、飼育生どうなっていくのかってことで話していくんですけれども、まあ、やはりね、今シーズン、まあ、2023年シーズンこそ、まあ、やっぱり新しい野手のレギュラーとなる選手がやっぱ出てきてほしいなっていうふうに思いますし、まあ、そろそろ出てきてもおかしくないんじゃないかなというふうには思っています。昨シーズン、まあ、まずドラフト会議ですね。2022年ドラフト会議では、上位で3人野手を指名しました。1位で蛭間選手、2位で古川選手、3位での小田選手ということで、まあ、蛭間選手以外は高卒の選手になりますので、まあ、いきなりそんなすぐ出てくるってことはないのかもしれないですけれども、やはりね、野手をこう、多めに上位で指名したっていう風になってるんですね。で、さらに、まあ、2020年のドラフトでも、まあ、結構野手を中心にドラフトで多く指名をして、まあ、渡辺健人選手だったりとか、ブランドン選手、若林選手ですね。まあ、ここら辺の選手たちを、まあ、結構指名をしました。で、まあ、ちょっと伸び悩んでしまっている下位指名の選手たちも、まあ、一軍で結構ね、ここ数年多く試合に出始めてきていて、まあ、鈴木翔平選手だったりとか、愛藤選手だったりとか、まあ、高木渡選手だったりとかね、まあ、彼らも下位指名の選手になるんですけれども、まあ、結構ね、やっぱりここ数年一軍でもね、まあ、経験を積んできたっていうのがあります。まあ、逆にやっぱりこう、ピッチャーの方は上位指名者をね、多くしたことによって、まあ、チーム防御率リーグトップということでね、まあ、かなり安定感出てきたので、まあ、次はやっぱりね、野手が出てくる時代が来るんじゃないのかなというふうに思っていますし、まあ、それがやっぱり今年であってほしいなというふうに思っています。まあ、これだけやっぱりもう待ってるんですよね。5年間、まあ、誰もレギュラー出てきていない状態で、そんな中で、ま、いろいろま、若い選手使いながらやってるんで、もうそろそろやっぱり出てきてもおかしくないんじゃないかなというふうに思うんですよね。まあ本当にこう、ライオンズがまあ野手補強をめちゃめちゃやってて、じゃあ若い選手の出番ありませんとか、チャンス与えられてないですっていう状況なのであれば、まだわかるんですけれども、もう毎年毎年ね、結構若い選手たちにもチャンス与えてるので、まあ、そろそろ本当に誰か出てきてほしいなっていうふうに思っています。まあ、本当に今年こそ新しい、まあ、ニューヒーロー、新しいレギュラー選手出てくることを願って応援していきましょう。以上です。はい、今回も最後までご視聴ありがとうございました。今後もライオンズに関する動画を上げていくので、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。Twitter の方も毎日更新をしているので、ぜひチェックしていただけると嬉しいです。皆さんの中でこんな動画見たいなどリクエストありましたら、コメント欄の方に書いていただけると嬉しいです。ありがとうございました。